まあ、練習することはとてもいいことだけど見せ方もあるよね。音だけに集中しないで自分らでフォーメーションを作って客観的にどういうふうに動いたらみんなに喜ばれるだろうかとか欠落してますよね。客はいつも高揚してるんです。生き物、自分が今一歩動けば人の気持ちは変わる、今ここはステイする時だっていうことの意識がないんですね。欠落してるよ。パフォーマンスをどういうふうに見せるか、自分の技術が10あるとすれば俺は6しかない7しかないと認めることです。認めるならばそれをカバーリングすることで10点を取る。出るとこと引っ込むべきところを心得てるって言ったら大人だけど、壊せよ、破壊しろよ、つまんねえだろ同じこと何遍もやるなんて。燃えて上がるわ。